はい、皆様こんにちは、こんばんは、テレテレ百貨店テルカイザーでーす。はい、今日はね、何のレビューかというと、ガンプラのレビューになります。で、何を買ってきたかというとこちらになります。 RX78AL アトラスガンダムになります。これはね、機動戦士ガンダムの、ね、外伝的なね、別のまたストーリーという形になってまして、サンダーボルトというね、ストーリーがあります。まあ、こちらにありますけどね。で、これね、主人公のね、イオ・フレミングがね、初めフルアーマーガンダム乗っていたんですけど、まあ、こちらのね、後期でね、こちら、アトラスガンダム乗ってると。ちょっとね、どっかにあると思うんですけどね、フルアーマーガンダムね、サンダーボルト版の、フルアーマーガンダムは、あるんですけど、まあ、今回ね、やっぱり後期でね、乗り換えてるこちらのね、アトラスガンダムが気になったので購入しました。まあ、ちょっとネタバレになったんですけど、最後はね、ジオン乗ったりとかしてるんですけどね。はい、まあ、とりあえずこちらを、開封して、作ってね。で、私の場合は、まあ、コメントのね、概要欄にも書いてある通り、素組みでこれ組み立てますんでね、まあ、買ってきてそのまま作ったらどうなるかという感じになります。ちょっとこれね、やっぱりあの一部ね、塗装が必要ですね、みたいなコメントがあったんで、まあ、こちらのね、パッケージ、ね、どんだけね、変わるのかというのをね、お見せできればと思っております。で、こちら、トラスガンダムといえばね、やっぱりこちらのね、両サイドにあるね、アームの方が特徴になってます。あと、こちら大きいね、盾もね、あとレールガンも、特徴になっておりますんでね、この辺もね、素組みで組み立てていくと、まあ、色合い的にどうなるかというのをお見せできればと思っております。はい、じゃあまずね、こちらキットの方をね、開封して、ランナーの紹介をね、まず前半でやりましょうと思います。というのもね、結構パーツ数がございます。ガンダム自体はね、シンプルな構造なんですけど、結構こちらのね、フレームがね、両方の、フレームと、武器がね、特徴的なんでね、そういった意味でもね、ランナーがこんだけあります。はい。こちらがサンダーボルト、アトラスガンダムの説明書になります。ね、これ多分素組みでやるとね、多分もうちょっとね、シンプルなね、白とね、グレーののぺっとした感じになっちゃうんじゃないかなとは想像つきますけど、まあちょっと素組みで作っていきましょう。はい、裏の方にね、デカールのね、貼るところも載っております。あとね、こちらね、先ほどから私が素組みで作りますよと言ってますけど、ガンプラには基本的にはこのカラーガイドがございます。同じイエローでも、2つとかね、3つの色を掛け合わせて、パーセントで掛け合わせてその色に近づけるといった形になりますんで、普通のね、ガンダムマーカーとかでそのまま黄色を使うとね、多分かけ離れた色になっちゃいますので、原作に近い、ものを欲しい人はね、こういった、ガンダムカラーガイドをね、参考にしていただければなと思っております。はい。あとはこの両方のフレームがね、こう形を変えて、縦をね、つけて、こういうね、モードもできますよと言ったのが特徴になっております。はい。じゃあちょっとフレームの段階からね、色のね、分け、どんぐらいね、色が分かれてるかっていうのをね、見ていければなと思います。まあ、実際作ってみないと分かんないと思いますけどね。はい。まあ、少なくともちょっとここで見た感じだと今シールがね、見えてますんでね。はい、この部分はね、必ず塗装しなきゃ、ダメな部分だと思います。なるべくね、この、食感であればいいですけど、なるべくこちらのね、ガンプラのに関してはね、こういうシール、物合いだけはシール使えますけど、なるべく体とかね、パーツに関してはね、このシール使わないようにはしております。はい。じゃあまずね、開けた、ところから、これビームサーベルですね。はい。これがフレームの部分ですね。フレームの部分もね、すべてがすべて、可動ではなくて、こんな感じでね、ある程度、形取られていて、まあ、最低限ね、動くところの、可動域ができているという感じになりますね。はい。
これね、リアルグレードとかになったらね、完璧なんでしょうね。はい、これ縦の部分ね、これ縦の部分のところ、白いところは、これはね、一応別のパーツになっておりますんで、ここの白いね、色分けは大丈夫かなと思ってます。結構ね、白の部分とかはね、本当に普通のね、塗装じゃ、特に水性塗装じゃね、もう色の乗らないですからね。ね、だから、なるべくはね、ランナーの時点でね、色分けしていただけるとありがたいですね。これグレーの部分ですね。まあ結構パーツが多いかなといった感じですね。あとね、手足の関節がね、この、アトラスガンダムの特徴になってますからね。黄色いね、部分これ、フレームの部分もね、結構色分けされております。はい。まだまだ、あと2袋ありますけど、結構見てる感じだとね、これこんだけなんでいっぱい袋あんだと思ったらね、結構やっぱりね、もうこのフレームの時点で色分けをしてるんでね、結構袋分けがされてます。これ後にしましょうね。はい、こちらがもう先ほどの片割れですね。フレームの部分のねところが、ありました。これもさっきのね、片割れですね。ね、これ縦のところのねパーツがありますからね。はい、白はね本当に真っ白とガンダムカラーの白ですね。クリーム色ではなくてね、本当に真っ白という形になっております。サンダーボルトはね、まあいろいろもともとそういうアニメのガンダムなんでね、多少真っ白のやつをね汚してもいいぐらいな感じですけどね。はい、これもね先ほどのところのフレームのね黄色い部分になってますね。結構、白とね黄色と、グレーで色分け綺麗にされてるんでね、これ縦の部分ですよね。だから結構ねそのまま素組みで作ってもね、かっこいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、これが最後のねグレーの胸の部分であったりとか関節部分ですね。はい、以上となります。結構ね色分けしたおかけしてくれてるね、なので、結構パーツ数がございますと。はい、全部でランナー数はこんな感じになっております。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個ぐらいねなっておりますね。はい、まあこのね、フレームのところのね、白と黄色とグレーがね、これが綺麗に色分けしていただけるとね本当にありがたいなと言った限りでございます。あとは最後にね、じゃあ、これね、水転写式のね、シールかと思ったら、本当のシールでした。はい。これ、アトラスガンダムにね、貼るシールなんですけど、これ、以前、この前ね、30mm、別の動画で、こちらね、バンダイ、同じバンダイで 30mm という、プラモデルをね、飾っているんですけど、この前ね、30mm のね、プラモデル作った時は、水転写式のね、デカールだったんですけど、これに関してはね、マーキングシールになっておりますね。はい。ちょっとシールだとね、この文字が書いてるところのね、周りのね、透き通ったところがね、どうしても浮き出ちゃうんでね、ちょっとこれはね、シールはね、最低限こう肩のね、ところね、EFSF とかね書いてあるところあたりをね中心的にできればなと思っております。はい、以上となります。じゃあこれね、前半部分でね、まあ、結構な時間になってしまいましたが、ね、この後じゃあ組み立てて、完成まで一気に持っていってね、素組みでの、アトラスガンダムのねレビューに移らさせていただきたいと思います。ちょっとこの制作の段階はね、私の場合素組みでもうパチパチ組み上げてしまうだけなんで、まあその部分は動画にしてもねもうしょうがないんで、完成まで一気に飛ばしたいと思います。はい、それではねアトラスガンダムの方が完成しましたので見ていきたいと思います。一応ね、この主人公がその前に乗っているねフルアーマーガンダムも、隣に並べてみました。ボリューム的にはね、まあ同じぐらいの背丈で、ただね、フルアーマーガンダムに関してはね、やっぱり RX78 系統を踏んでいるんですけど、こっちはね、アトラスガンダムは RX78 ではあるんですけど、アトラスガンダムとしてね、新たに開発されたものなので、ちょっと関節の部分とかがね、
プロポーション的にはね、全然違うかなと。あと全体的にもね、ガンダム的には、まあ改造されてるものなんでね、改造っていうか、まあ専用にね、開発されてるものなので、ちょっと違う形になっております。はい。で、一応ね、今このレールガンと、縦の方をね、持っております。この縦に関してはね、こんな感じでね、これ、この縦と、両方のね、パネルを組み合わせれば、水上歩行というかね、まあ飛行歩行にね、まあ変形はできるんですけど、一旦はね、ちょっとこのポーズで、飾らせていただいております。で、一応ね、私の場合は素組みでやっております。で、こちらのね、シールの方貼っておりません。この丸いね、シールの方が、どこに使われるかというと、こういうね、足の関節の部分ですね。ここが、周りがね、黄色く、シールになるんですけど、こんな感じですね。ただね、ちょっとこのシールがね、見てもらってわかる通り、こう周りにね、いくつか刻みがあって、まあ、包み込むようなシールになっております。ちょっとこちらのシールだとね、やっぱり何年か経つとね、劣化って形で、剥がれてきてしまったりしますので、できればね、まあ、塗装した方がいいかなと思います。はい。あとはね、ちょっとこちらのシールとは別に、ね、こちらね、肩のところに貼ってあるシールとかもついているので、まあ、その辺をね、貼って、ね、こうデコればね、まあ、綺麗になるかなと思います。はい、シールはね、こちらの、関節部分に貼る金色のシールと、あと B、シール B って形で2つ入っておりますね。はい。で、パーツもね、いくつか使わないパーツがありました。その辺はね、気をつけて、使っていただければなと思います。で、今ね、ちょっとこのポーズからね、動かしたくないなと思っているのが、このね、背中のね、このユニットですね。これね、ちょっと皆さんね、期待しすぎちゃうと、結構ね、がっかりするかなと思います。ちょっと後ろをね、お見せすると、はい。こちらのね、フレームの部分ね、ちょっともうちょっと近場で映しますかね。はい、こちらのね、結構このくねくねと曲がってるようなイメージの、フレームなんですけど、実はね、これここの上の軸と、その下の軸、あとはこの先の軸、ここしかね、可動域がありません。この真ん中のくねくねくねっていうところは、1、2、3個ね、なんか、関節みたいに見える部分があるんですけど、ここ実はね、関節、この S 字の部分はね、一つのパーツで繋がっているので、ここがね、一つ一つね、ちゃんと組み合わせで、くねくねしてくれればね、可動域が広かったんですけど、上の部分、その下の部分、その、先の部分、で、先、ね、こちらのね、フレームの部分という感じでね、この真ん中の1、2、3個のね、丸がね、これが可動域じゃないんですね。こちらですね。これがね、くっついちゃってるんで、ここ可動域じゃないからね、思ったようには曲がらないです。で、今ね、私は説明書を見ながら、あとはね、触ってみながら、一生懸命やってね、なんとかこの前のね、横に、この、フレームの部分をね、持ってくるように、なんとかね、ポーズ整えましたけど、結構ね、難しいです。これね、もうちょっとかっこよく、これ背中にね、こう並べて、ここに2つね、並べようと思ったんですけど、多分ね、なんとかやればできると思うんですけど、どこが曲がるのか正直言ってわからないので、そうやってね、後ろ側に持ってったりとかっていうのがかなり厳しいですね。はい。あと、レールガンはね、これ、もうこれ固定になってます。あと、縦に関してもね、基本的には、大きい縦で、一応ね、腕と、縦のね、つなげる部分に関しては、補助パーツがついてるので、一応ね、そこは補強されてるので、この縦でね、こんな感じでね、ついておりますので、この縦でね、持たすことで、苦労することはないかなと思っております。一応このレールガンもね、腕をね、こちら、挟み込むような形のパーツがついているので、ここもね、苦労することはないかなと思います。で、こちらね、縦とレールガンもし持たせないんであれば、こういったね、ライフルタイプのね、まあ、ジムが使うような、ライフルが2つあります。これをね、両手に持たせてもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね。結構ね、こちらのね、
グレーと黄色の縁取りのシールを使ってないんですけど、まあそれなりにね、これ完成度は高いかなと思っております。ちょっともうちょっとね前でお見せしますが、色合い的にはこんな感じです。これは基本的に私は素組みでやっているので、無塗装プラス無加工でやっております。はい、こんな感じでね、どうでしょうね、結構ね素組みでやっても十分ねかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい、これサンダーボルトはねまたねアムロたちが戦っていた、中域とはまた違うね中域での戦いを、イメージしたね、ガンダムになりますんでね。はい、こんな感じですね。まあジオン、連邦軍とジオンの残党と、あとね、何でしたっけね、あのお坊さんたちのね南洋軍でしたっけ、まあそのね、三つどもえの戦いみたいな形でね、あ結構面白いんですけど、まだちょっとアニメ版がね、その先が出てないので、これからね展開された時にと思ってこちらトランスガンダムの方を、ね購入して作りましたという感じですね。ちなみにね、あまあネタバレになっちゃうけど、まあね、情報誌では出てるんでまあいいと思いますけど、一応あのジオン部ね、主人公に関してはこのフラーマーガンダム、アトラスガンダム、この次にね、確か、ジオン部ねあれをダッシュしたので、ジオン部をね多分乗るみたいですね最後に。まあそんな感じのストーリーになってるんでね、ここにね、ねサンダーボルト編のまあジオン部が出たらね、こちらにねシャアが乗ってる、ね昔のね旧ジオン部の方はあるんですけど、あれをダッシュしてね、サンダーボルト用の多分ね、ジオングが出たらねまた買おうかなと思っています。出てるのかなと思うんですけどね、まあ、最近ねあんまりあのガンプラ私手出してなくてね、こっち側にある同じバンダイの、製品でね 30mm というね、プラモデルの方を展開して紹介しております。まあ、そちらもね動画上げておりますのでね、あとこの女の子は 30ms というね、プラモデルになるんで、まあ、私のね、ガンプラの、素組み、無塗装、無加工のね、動画だけではなくて、もしご興味があったらね、30mm、30ms もね、まあ、ご紹介していますので、まあ、合わせてね、動画探して見ていただければなと思っております。はい、以上となります。ちょっと今回ね、完成したアトラスガンダム、ガシガシちょっといじらない理由としてはね、ガンダム自身はね、結構こんな感じで、しゃがみ込むポーズとかね、いろいろできるんですけど、まあ、ちょっと思いのほかね、この背中ね、こんな風にかっこよくはね、ポージングしてますけど、結構ね、この背中のね、この、フレームの部分ね、さっき私が見せたこの背中のフレームがね、これが思いのほかね、可動域が狭くてね、しかもあのワンパーツで構成されている箇所もあるんでね、まあちょっとこのポーズ取るのが大変だったと言った感じなのと、結構ねちょっと素材的にねやわそうな感じになってるので、まあちょっと危ないなと思ってね、ちょっとこれ以上は、触らないようにしようかなと思っております。はい、以上となります。まあ、私のねプラモデルレビューはね、素組みでこんだけ、ねかカラーリングとね、完成度高いものになってますよというのを紹介しておりますね、動画になりますんでね、まあ、そういった意味で素組みだったらどうなるんだろうというのをね 見ていただければなと思っております。動画になっております。はい、以上となります。まあちょっと今もう一度ね、前からと後ろから、はい、こちらね、映してますんでね、参考にしていただければなと思っております。はい、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね高評価をお願いします。基本的に私がここに並べてるね、プラモデルみんな綺麗に見えますけど、実はこれね、素組み無塗装無加工で、作っております、プラモデルになりますんでね、そういったものが、もしね完成度を知りたいといったことであればね、参考にしていただければなと思っております。はい、以上となります。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。